今回はそのシリア一体どういうことなのかちょっと説明してもらおう。じゃあこんなことが自分の国で起こるなんて思ってない。すごい豊かなんでシリア。はい。そうだよ、始まりました。さあ、背景背景知識講座なんで。スラマレー君。さあ、今回ですね、佐藤幸雄先生においでいただきまして、はい、歴史についてちょっとね、話してもらおうと思うんですけど、知らなすぎ。結構最近、シリア難民出てくるんですよ。これそうなんですよ。でもやっぱ背景知識なしで出てきちゃうんで、青学の問題とかも助けなきゃいけないみたいな感じで出てきて、難民が何の難民だかわからないってことですか。そういうことです。もしかしたら何に困ってるのかわからないっていう多分でシリアから来たって、あれ問題に載ってた。シリアから来たって。あ、シリア、はい、あ、書いてあったんだ。シリア、あ、じゃあシリアで内戦が起きてるのは知ってるんだね。いや、多分知らない人が多いんじゃないですか。特に日本史選択とかになると。あ、そう、シリアがどこにあるかもわからない。わからないですね。難民と移民の違いわかんないとかですね。やっぱ難民の受け入れ国どこが多いですかって生徒に聞くと、やっぱアメリカとかドイツ、ドイツ。いや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 、やっぱ地理わかんないんだなっていうのが多いです。あ、そうだね、遠い遠いアメリカも。移民の問題とかも出るんでしょ。あ、出ますね、実際には。はい、今回はそのシリア一体どういうことなのかちょっと説明してもらおう。じゃあちょっととりあえず、はい、なぜ内戦が起きてるのかを知っておきましょう、とりあえず。あ、はい、簡単に、はい、とりあえずね。で、日本人は実は知らない。なんで知らないかっていうと、この事件が起きたのがですよ、なんとなんとこれ2011年に起きてるんですよ。はい、だから知らないの。だって2000、なるほど、そう、分かる。あ、はいはいはい、で本当は2010年の12月にチュニジアである青年が自殺したんだね。うんうん、でもうみんな不満が溜まってて、その自殺がきっかけになってウォンと広がった。だから2011年から1月2月3月が一番すごかったの。なのに日本では事件が起きたので、みんなはそんなことなんて放映されてないから、実は日本人だけなんだよ、知らないの。なるほど。それなのに問題出してていいのかっていう、まあ、微妙なところなんだけど、うんうんうん、でね、ちなみに一番最初に起きたのはここなんです。うん、でここで起きて当時の大統領が、倒れました。うん、ここは花がジャスミンの花なんで、うん、ジャスミン革命っていう革命が起きます。はい、まあ独裁者が倒れましたっていう話です。うん、でここがスタートで、そうすると当時インターネット、今ね、インターネットはツイッターもフェイスブックもあるので、ここからわーっと広がっちゃって、いろんなところに独裁者がいるんです。うん、ここにも独裁者、ここにも独裁者。うん、これ有名ですよ、カダフィっていう。はい、ね、でここにはムバラクって言って、まあこの革命が広がったわけさ。あと一個でこう広がって、まあ、こう広がって、これやられてやられて、これはアラブの春。そうですね、で、まあ、有名な成功したっていうよりは、まあ今は結局戻っちゃったんだけど、軍事作戦なんだけど、まあ一応民主化したっていう話だったの。でそうするとこの勢いに乗ってアラブ人は頭よく分かってないので、じゃあ俺たちも俺たちもってなるんです。うん、これは世界史の話じゃないの、世界史の人も別に知らないんだけど、はい、ここにいるのがその今問題になってるアサドさんっていう人でしょ。はい、でこのアサドさんも一応こう並べちゃうと、これベンアリさんって言うんだけど、ベンアリさん、カダフィさん、ムバラク、ササドさん、全部なんか独裁者のように見えるんですが、この人はそうじゃない。 お父さんはひどかったんだけど、息子さんお医者さんで、イギリスに行ってイギリスで免許を持って奥さんと一緒に帰ってきたんで、帰ってきた時ダマスクスの春って言われて、首都ね、すごくなんかいい感じの、この民主化するんじゃないかって言っていい感じだった時にこれが起きちゃったんで、なんとなく他の人と同じように並べられちゃったんだよね。だから同じような革命が起きるけど、他はすぐ倒れたのに倒れない理由は、言うほど不満が少ない。ああ、なるほど。なので結局倒れないので、こういうふうに倒れちゃえば難民出ないわけ。はいはいはい、すぐ終わるからでしょ。でこれ終わらなくて、結局いつから2011年から、まあ、今だと2020、今は少し止まってるけど、2020年もずっとやってるわけじゃん。うんうんうん、それじゃあ結局難民が出るというか、まあどっちが悪いわけじゃなく、いわゆるアサド対反アサドっていう、うんうん、これね、宗派もあってね。わあ、そうですね。イスラムなので、はい、こっちがいわゆるシーア派っていうやつで、こっちがスンナ派っていうやつで、こっちが多いやつで、うん、数が多いから勝てると思って踏んでるわけじゃん。はいはいはい、でぶつかるけど、うん、こっちにはね、イランがバックついてて、ロシアがバックについてるから、はい、まあめちゃめちゃ強いし、言うほど反対してる人がだからいないんですよ。うんうんうん、意外にみんなが知ってるほど。なので今はもう完全に
こっちが有利。おだからこっちがついた人はもうバーンと難民化、それが難民の始まり、うん、なるほど。だこれは青学の問題にも出てたけど、はい、実際に大人もそうだし子供もそうだし、まさかこんなことが自分の国で起こるなんて思ってない、うん、すごい豊かなんでシリアって。俺もう3回ぐらい行ったけども、ダマスクスなんてすごいいい街で、で荷物をベンチに置いといても取られないぐらいの治安の良さが、だから人間がすごいできてるんですよ、うん、それなのにこんな出来事が起きちゃったんで、うん、もうパニックしてるわけよ。なるほど。もともとパニックしてる国だったら別にパニックしてもパニック症候群にならないんだけど、うんうん、まあ、普通の人が突然変なことが起きた時に社会的にうまくいかなくなるっていう話だっていうのが問題なのね、うんうん、だそういう風なのが起きちゃうのはシリアだからな。なるほど。いやこれはためになりましたね。そこでださっき言った難民はどこに行ったのかっていう、はい、もちろん豊かなところに行きたいに決まってるじゃん、はいはい、だから豊かなところに行きたいんでこっからこっちに行くわけですよ、うんうんうん、でそうするとここにトルコがあって、まあ、トルコはシリアよりももちろん豊かです、はい、でちなみに俺の友達の奥さんはシリア人ですけど、はい、やっぱりこう難民で来てで結婚なさったところなんだね、うん、っていう感じです。でこっからギリシャに行ける、うん、ドイツに行けるって感じで、うん、みんながヨーロッパに行く。でヨーロッパはこうまとまったいい国の集まりなので、うん、みんなで助けてあげようって言うんで、うん、で分配したわけ、はいはい、それでドイツが一番分配数が多いから、うん、多分間違えてそのドイツが一番多いと思ってるんだけど、うん、でもどう見たって一番多いのはここでしょみたいな。あここ接してるので、やっぱヨルダン、トルコは多くなるんですよ。でこれジョルダンってですね、でここにアンマンっていう、はい、アンマンで、このアンマンっていう町がこのシリアの国境からだいたい30キロぐらいのところなのね、うん、で、俺の教え子がジャイカにいて、はい、で僕の同級生も行きました。行ったんで、お父さんがそのジャイカの割と偉い人で、はい、で、ここにザータリっていうキャンプ、うん、で、その青学のお話の中にザータリが出てて、はい、おびっくりした、ザータリだと思って、ここにザータリキャンプがある、はい、ちょうど国境のところ、うん、で、僕ここ行かせてもらいました。おびっくり。俺この話をするつもりじゃなくて車の中で見てたら、おザータリだと思ってね、世界史の人は知ってんのかな、ユニシアールっていうね、国連の難民高等弁務官ですね。でこれが主催しているキャンプ場で、でみんなここで逃げた子に来るんだけど、でもね、物は持ってるよ、ベッドもあるし、はいはい、お金も持ってるんだよ、うんうんうん、でも何かが足りないのはやっぱりここが足りない、ハートが足りない、ハートが足りない、だからちょっと悪くなってる人間が、はははは、自分の家からもすごいいっぱい持ってきたから、だからでも家ごと全部持ってきたわけよ。それほど持ってきたからベッドとか売ってんのよ、まあ、アンマンに来て、ここででお金に変えてるっていう風なやり方を取ってるので、はいはいはい、まあ意地悪いですね。このザータリキャンプの中も野球場が全部でもう10個か20個ぐらい入る大きな町で、うん、ヨルダンで7番目に大きな町になっちゃった、うん、キャンプ場が、はい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 、だそういうのがあったので問題になってるのは物理的な難民ではなく、いわゆるハート的な精神的な難民のが多いっていう、特に子供がっていう、青学の問題はそうでしたね。そうです、そうなんだよね。なるほど、物はある。そうなんです、あるんだよ、物はあるけど、いやこれはやっぱ知らない人が多かったね。ちょっと違うんだよね、昔からずっと内戦をしてきた地域だったら物もないわけよね、うんうん、アフリカで内戦が起きて貧しい農民たちが、ああもう物もない、食べ物もないけど、彼らは食べ物は意外とあり、物もあるんだけど、やっぱりこう何かしらこう空白みたいのがある、まさか自分がみたいな、うんうん、っていうのは日本に今こうやってなんか物事が起きて難民になったのと同じ状態よ。あそうですよね、物はこう持っててあるけど、はい、でもなんかちょっとポッてこう開いた感じのものがある、うん、これはすごいケアが難しいっていう話はこのザータリでも言ってた、はいはいはい、なるほど、うん、いやこれは全然聞いたことない話だったんで、やっぱこういう背景が分かってれば、あの青学の問題も、あそういうことだったんだって、うん、ちょっと見たけど難しいね。難しいです、単語とかもだいぶ難しい、多分ね、みんなアメリカが空爆してとかそういう感じで思ってると思うんですよ。あもうここに住んでる人たちはもういないですよ、ほとんど、うん、ほとんどいない。もうなんか本当に自分で生きていける人たちはもう外に出ちゃっているので、る、うん、もうここに、逆にこの中に残ってる人は外に行っても生きていけない人、逆に、うん、ああそういうことなんですね。だからこの中にいたら貧しい人いるかもしれない、うんうん、入れない人。なるほどなるほど、うん、でも外に行った人は逆に物を持っていける人たちなので、はいはい、みんなが想像する以上に物は持ってますね。あそれやっぱ BBC とかしょっちゅう報道されますけど、そんな感じでは報道されないですね。そうなんです、それはこの中だって意外とこうみんなこう難民で行くときすごい荷物持って、はい、移動してる人が多いので、もちろん全員ではないけど、うん、みんなが想像するアフリカの難民とは種類が違う、このシリアの難民、うん、ここの人は
だからね、意外とうるさいっていうか、ちょっと失礼ながらわがままな人もいる。ああ、なるほど。俺たちは難民なんだから、うん、まあ、助けてくれるの当然だろうって言ってる人も意外といる。だから外国に行くと嫌われちゃうんで。なるほど、そういうことなんですね。これは非常にヨーロッパでは危険な状態になってて、難民増えてるでしょ。そうですね。今40万人とかいてさ、一、うん、つの国に40万とかね、いたらさ、大変なことになるじゃん。で、その人たちのいじめが起こる。そうですね、そうね。子供たちがいじめられる、うん、子供たちに、そういう状態が今問題になっているんじゃないかなって、ね、大学生になったらそういうのを勉強してね。まあ、そのヨーロッパの結構やっぱ BBC でも CNN でもそっちばっかフィーチャーされて、うん、こっちの元の方が全然、あ、まあそうだよね。それはね、まあ、移動した人しかないもんね。もうここはもう瓦礫のところで住んでいる人が多いですけど、まあでも俺も残念ながらもちろん、あ、ここまではいけるけど、ここからこっちは入れないので、もちろん状況は知ってるわけではないけど、実際はやはりそんな状態になった。なるほど。いや、これはきっと役立ったと思います。多分イメージがね、全然変わったと思うので。少しなかったかな、難民ってそういう感じなんです。はい、どっちかというとハードですから、はい、はい、いや、これはきっともう最初から高評価の話ですよ。本当かい。はい、はい、ぜひよかったらですね、高評価、チャンネル登録、佐藤幸雄先生のチャンネルも貼ってありますので、ぜひぜひ見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさん、バイバイ。